縦の年上の先輩だったりとか、後輩であったりとかっていうところでやっぱり先輩の言うことを聞いて、後輩の面倒を見てというようなところがやっぱりベースになってて、まあ、非常にその幼少期を過ごしたことでコミュニケーション能力がやっぱり高くなったなと思うんですよね。でやはり人と人っていうところのつながりっていうところも絆の部分で言えば、やっぱり幼少期に育まれた形が大きいかなと思いますし、まあ、そういった形で人と人、まあ、今回人材派遣という会社になるんですけれども、私どもの方の会社はですね、やはり人と企業、まあ、人と人との結びつきっていうことをやっぱり根幹に置くビジネスになりますので、まあ、面白さがやっぱり大きくてですね、まあ、今の会社を立ち上げたというような形になります。当社の業務は先ほど言いましたとおり人材の派遣、人材の紹介、職業の紹介というところが主幹業務になりますので、やっぱり一番大変だったというところの部分に関しては、今現状も続いていることではあるんですけれども、信頼いただいて、当社に依頼をいただいてこういう人材を探してほしいということで、絶大な信頼をいただいたにもかかわらず、適材適所である求職者の人がなかなか見つけられず、企業さんの方が業務がなかなかうまく進まず止まっている状態を作ってしまったというようなところが、もう今現状の一番大きな悩みのポイントではあるんですけれども、ジョブリレーションとしては、まあ国厚生労働大臣からの許可をもらってですね、人材派遣という、まあ、事業が主たる業務になるんですけれども、この人材派遣業というのはどうしても有期雇用型という形になりまして、契約期間が決まっている仕事になりますので、まあ、その契約が終わってしまえば、まあ、そちらでの派遣先さんでの仕事は終わりというような形にはなるんですけれども、それ以外にもですね、優良職業紹介という許可番号も合わせて取っておりまして、そちらの方は人材を正社員になるために、紹介をするというような許可番号になりまして、ちょっと事業体としては、まあ、同じ人材ビジネスなんですけれども別な枠になっているんですね。で、人材派遣の方は先ほども言いました通り有期雇用型になってしまいますので、まあ業務、必要に応じた業務が終わってしまえば終わりになるんですが、紹介の方はもう当然正社員になるべくっていうような形になりますので、当然スキルを持った人材を確保すること、まあ経験も資格もそうなんですけれども、企業さんの要望に応えるべく人材をまず見つけ出すというような形で進めていくのが、まあ主の業務になりますね。で、まあ派遣、職業紹介というような許可番号の中でもう一つ警備事業というのもやってまして、まあ、こちらの方も基本的にはやはり人材のビジネスであることは間違いないんですけれども、こちらの方はまあ交通誘導であったりとか、イベントのですね、場内の整理であったりとかっていうような形でスタッフさんに稼働してもらってるっていうような業務が、我々のこの3本柱の事業部形態になります。弊社の今後のビジョンなんですけれども、まあ、短期的なところで言えば、まあ、今までお付き合いさせていただいている企業さんに関しましては、もう確実で、有料なスタッフをとにかく派遣契約であれ、人材紹介であれ、紹介させてもらうというところはまず第一ですし、当然新規のお客さんもどんどん増やしていくというような形で、ジョブリレーションという会社は信頼を受ける会社だっていうところを、まあ、地場といいますか、新潟にですね、非常にしっかりした信頼を受ける人材派遣会社があるんだぞっていうところをまずこう定着させるというようなところが、まず我々の直近の目標ではありますね。まあ、長期的にですね、まあ大きなビジョンにはなるんですけれども、まあ有期型雇用の派遣、人材を紹介する、職業紹介以外もですね、やはり新潟の場合はですね、まあメディア関係でも取り上げられている通り、人口流出がですね、やっぱりかなり進んでいるところでもありますので、地元定着型のですね、新入社員、新卒者の応援をできるだけ中小企業さんも含め、頑張ってられる企業さんっていうのは当然地元にいっぱいありますので、そういった中小企業さんの、新卒採用に向けたプロジェクトを、今後はですね、応援していきたいなと
というふうに思っております。どうしても、大学を出て、これから社会に出るっていうと、やっぱりこう、大手さんであったりとか、上場企業さんであったりとか、資本金であったりとかっていうところに、当然目が向くと思います。まあ、間違いのない会社っていうところはあるとは思うんですけれども、それ以外でもですね、小さな会社でもこれだけの技術があるんだ、これだけの特許を持ってるんだ、ここは負けないんだっていう企業さんってやっぱりいっぱいあるんですよね。その魅力をできる限りですね、発信することによって、新卒の方たちが、県外で仕事を探すんではなく、地元にもこれだけの優良企業があるんだっていうところを、PR できるような、応援できるような活動も、まあ、新潟というところを全体にこう盛り上げていく意味で、頑張っていきたいなっていうのが、まあ、長期的なプランにはなるんですけれども、まあ、新潟への定着率をいかに高めていくか、中小企業の魅力をいかに皆さんに発信できるかっていうところを課題に今後は進めていきたいなとは思っております。一概に仕事っていうことになると、まあ、当然家庭もありますし、まあ、家庭を守るために当然仕事っていうような形にはなるんですけれども、まあ、仕事人間って言ってしまうとそれまでなのかもしれないですが、その仕事が好きというよりもやはり人が好きっていうのが一番なんですね。なのでもう仕事でとにかく明け暮れて収入を得るだけっていうよりも、やはりいろんな人とやっぱりこう関わりを持って仕事をすることがやっぱり最高の生きがいだと思ってますので、仕事人間にはついていけないっていう若い人たちもいるんでしょうけれども、やはりこう人と人とが、まあ、会うことによって何かしらいろんなアイデアであったりとか、ビジネスチャンスが生まれるケースっていうのがありますので、あまりこう休みに関係なくですね、結構動いてる部分が多いので、まあ、その部分、まあ、家族サービスの部分がちょっとおろそかにはなるんですけれども、やっぱりこう人と人との絆を大切にすることっていうのが一番大事かなと思いますね。